はい、皆さんはサワドゥっていう言葉を聞いたことがあるでしょうか。サワドゥとかってね、呼ばれる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、小麦やライ麦を、水と混ぜて作る伝統的な酵母になります。サワドゥブレッドっていうのをね、焼いているパン屋さんも増えてきたんじゃないかと思いますけれども、私がね、主催している、プロフェッショナルコースっていうコースがあるんですが、そこの生徒さんももともとね、サワドゥで焼いていましたとか、やってみたいって思ってましたっていう方がね、すごく増えてきてるなっていうふうに感じています。今日はその、人気上昇中と言われるサワドゥについてお話をしてみたいと思います。こんにちは、天然酵母パンゾーの椿ルミ子です。今日はサワドゥブレッド、サワドゥっていう酵母についてのお話をしてみたいと思います。今日のタイトルはですね、サワドゥどんな酵母、すごい実力と、魅力効果を考えるっていうことでお話をしていきたいと思います。まずどんな酵母なの、何なのっていうことなんですけれども、小麦粉やライ麦を、水とね、合わせて、空気中とかね、粉の中にいる酵母菌などをね、取り込んでいって培養していくっていう、まあ、パンの発酵剤っていうふうにね、言われています。乳酸菌とかね、酢酸菌の影響も大きいので、ちょっとね、酸っぱいパンみたいなね、印象が、イメージがある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、まさにね、このサワーとドゥっていうのは、酸っぱい生地っていうね、意味になりますので、まあちょっとそういう酸っぱいイメージはね、あるんじゃないかと思います。海外でね、パンを作られている方はもう当たり前にこう、この粉を起こす酵母っていうのはあるっていう風にね、私も聞いています。で、知り合いの方もね、普通に粉で起こす、かえってこのフルーツ酵母、私たちがやっている、レーズンを起こしたりフルーツで酵母を起こすっていうことの方がね、珍しいっていう風にびっくりされることもあるぐらいなので、まあ、伝統的な酵母なのでね、粉で起こす酵母っていうのは私たちの中ではちょっとまだ知られてない部分もね、知らない方も多いかもしれないんですけれども、海外では普通に行われてるっていう風に、思っておいていただいたらいいかなと思っています。どういうふうな、ね、作り方をするかっていうと、もう本当にシンプルで、粉と水を合わせるだけです。で、それがね、だんだんこう酵母菌が育っていって、増えていって、こうガスが溜まってちょっとね、大きくふわっとなっていくっていうふうな、そういう作り方になっています。結構ね、待たなきゃいけないので根気が必要。今の時代ね、時短が流行っているので、ちょっとね、待つのに不安な方もいらっしゃるかもしれないんですが、もうじっくり待って、上がるのをね、見守っていくっていう、そういう酵母になります。はいはい。それぞれ全粒粉を起こすものとライ麦を起こすものでね、特徴があって、どんなパンに合うかとか、あと味のね、味とか食感とかも変わってきますのでね、味わっていきたいなと思いますが、ルバンシュって私がね、呼んでいる、私のレッスンでは、ルバンシュっていうのを、全粒粉を起こす酵母のことを呼んでいます。すごくいい香りがして、小麦のね、いい香りがして、旨味のあるパンになりますので、ちょっとね、バランスが崩れると酸っぱいパンになりがちなんですけれども、本来はね、とても香りがいい、旨味のあるパンになります。もう一個の、ライ麦を起こすサワーシュって呼んでるものなんですが、これはね、独特のやっぱり香りが、ライ麦の香りが、ありまして、ちょっとまあ酸味がある香りっていうのかな、個性がね、あるパンなんですけれども、そんなにね、すごく酸っぱいパンとかそういうのじゃなくって、香りはね、豊かな、酸味を生かしたパン
ていう感じかなと思いますので、この大麦の酸味をね中和させるのがまたサワッシュのいいところなので、ぜひねパンの種類によっては使い分けていただきたいなって思っています。大麦の良さっていうのはね、しっとり感が長持ちするっていうのがあるのでね、翌日も割と食べやすく、しっとりしたパンになると思います。はい、でこの乳酸菌っていうものがサワドゥはねすごく活躍していって、それが私たちの体にもね影響していくっていうことになります。まずねサワドゥの、栄養価について考えていきたいなと思うんですけれども、すごくね栄養価が高いです。カリウム、マグネシウムとかね亜鉛とか、まあ、ミネラルがねたっぷり入っているっていうふうに、言われていて、また発酵過程で乳酸がね作られるので、乳酸の働きで、よりミネラル分を吸収してくれる状態に、ね、なるということです。はい、あと消化吸収がいいっていうのがありまして、発酵過程で作られる、やっぱりこれも乳酸菌の働きなんですけれども、これによって、吸収されやすい、腸にね優しいっていう特徴があります。グルテンを分解する働きがねあると言われているので、グルテンをね控えたいっていう人にはとてもいいんじゃないかと思います。はい、そして腸内環境整えるっていうことがありますので、それもね私たちにとっては、腸活が流行っているだけに嬉しいんじゃないかと思います。はい、あとはね血糖値の、急激な上昇を抑えるっていう、GI 値っていうものがあるんですけれども、それが低い低 GI っていうふうにね呼ばれますけれども、そういうねパンになりますので、それもねすごくありがたいなって体にね優しいなって思っています。はい、今ね低糖質とか低脂質とかねグルテンを抑えたいっていう方が増えてきているので、そういう方にはねとても合ったパンなんじゃないかなって思います。私もやっぱりライ麦 100% 食べにくいなってねよそで買った時は思ってたんですけれども、自分で作るようになってからうまくね調整ができるようになって、もう本当にすっごく美味しいので、もうライ麦ね美味しいなって感じられる、そんなねパンに仕上がっています。はい、ぜひね、機会があれば作ってみていただけたら嬉しいなと思っております。はい、今日はサワドゥブレッド、サワドゥ酵母、どんな酵母っていうことでお伝えをしていきました。ご参考にしていただければと思います。それでは。